はい、どうも、ねむりです。今回は100サバイバル最速王選手権ということでやっていきたいと思います。一番早いのは果たして誰だということでやっていきたいと思いますが、もうこの前ね、ドフィー当ててからね、100サバ気持ちいい気持ち、はい、ということでやっとこの企画ができるということでね、非常に楽しみにしておりますけれども、一応ルールを決めようかなと思ってまして、レベル80以上のキャラクターで、かつタイムが1分を切るキャラクターですね。このキャラクターに絞って100サバイバル、僕が選んだ12のキャラクターでやっていきたいと思います。そして最後にはですね、1位から10位までちょっと皆さんと見ていこうかなと思います。はい、じゃあ楽しみですね、見ていきましょう。さあ、まず1体目出てきたのはユメルフィー先輩、こちらでガーンといく。このね、このスキルなんですよ、ユメルフィーは。はい、これでね、バチバチにいきます。オラオラオラって、これ一発ね、あんまり連打しすぎないことが結構条件ですね。はい、これでもうバチバチでいきます。はいはいはい、オッケーオッケーオッケー、ゴーガーン。でね、これメダルはね、スキル2のオークルタミ短縮ですね。KO したら短縮というものをつけておりますね。もう今後のキャラについては全てそんな感じでつけておりますわ。はい、もう早速、50人追加です。プラス10人も一気に10体ずつ倒していきますが、これはもう30秒経ってしまいましたね。はい、なかなか、まあそんな高タイムは、期待できないところでしょうか。はい、ガコンと、このガコンで結構いけたらいくんだよな。いや、ちょっとこうやってね、残ってしまうと微妙なんですけれども、このね、連打をどこで止めるかも結構大事なところですね。はい、残り、15人ぐらいか。はい、行くぞ。はい、最後まで行きましょう。さあ、ダララ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 、ガゴーンということで、はい、終了。タイムは何秒だ。はい、出ました。49秒ということで、まあ、一人目にしてはね、いい好タイムなんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございます。さあ、2体目はキッド先輩になりますね。キッド先輩、このね、スキル1なのよ。はい、もういきなり12人 KO。でもね、ちょっとキッドさんはね、こうやって、1回ね、後ろに戻らないといけないのかね、これ非常にタイムロスなんですよね。ただ、一発でかなりの数は稼げますと。はい、一発でもう大体もう10、はい、必ず10ぐらいは行くんでね。はい、そこでバチコンといくと、意外とね、この100サバね、タゲを結構取っていくのも大事なことですね。はい、どんどん行きましょう、どんどん行きましょう。今、15秒、20秒ぐらいですね。はい、20秒ぐらいで70人。あ、ユメルフィーよりかは高タイムが期待できそうだ。はい、どんどん行きましょう。さあ、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 スキル1、今何回目でしょうね。さあ、行くぞ。もうちょっとね、やっぱね、この下がらないといけないところで、エネルをバチコン。オッケー。もう、あと一発ぐらいじゃないですか。これ一発でいけるんじゃない、これ。最後の一発なるか、どうだ、なったか、ならない。ならない。オッケー。はい。ありがとうございます。タイムは、何秒でしょう。はい、40秒。だいぶ大幅な、ね、ユメルフィーと比べると大幅に削減できましたということで、おめでとうございます。さあ、またもや、超フェスからのエントリーとなります。ロジャー先輩ですね。ロジャー先輩はね、まあ、こうやってね、一回一回戻らないといけないんですけれども、いや、やたらかっこいいのよ。はい、そしてね、やたら気持ちいいの、やってて。このカムサリでやっぱね、ワンパンしていく感じがやたら気持ちいいのよね。はい、これね、下手したらメダルすらいらないですね。KO だけで、特性がついてるんでね、特性だけでこれバン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 いけちゃうということですね。いやいや、もうほんとね、ロジャーはね、もう脳汁が半端ないですから、もう相当、やっぱこうやってね、後ろに来ちゃうときはちゃんともうね、通常で倒していって、はい、リセットをさせて、リセット結構大事ですね。はい、ここもパーンっていく、みたいな感じでね。やっぱね、たまに間違ってしまう時があるんですけど、残ってしまう時とかね、後ろに来るパターンってあるんですけれども、そういう時はね、いかにこうリセットして、ね、環境をね、整えていくかっていうのは大事ですから。はい、もう終わるんじゃないですか。次で終わりか。おい、ナイス、早いっすね。さあ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 、次何秒だ。はい、42秒。惜しくもキッドには勝てなかったか。いやいや、でも好タイムでしょう。おめでとうございます。はい、フェスゲンからのエントリー、フランキーさんですね。これよ、これこれ、気持ちいいのよ、これが。あのね、フランキーはね、これね、何がいいかっていうと、動かないんですよ。はい、これ、位置固定でございます。はい、全く、一歩も動かないので、ここで連打できるんですよね。連打連打ということでやっていきましょう。でね、結構注意しないといけないところでいくと、一人残しとかがね、はい、端っこの一人残しとかがあるんでね、それだけは気をつけないといけないところですね。なので、しっかりとね、ターゲットを取るときは取っていくというところでやっていきましょう。はい、こういうところはね、ちょっとね、4人いるときはきついよね。オッケー、お、もういいんじゃないですか、次終わる。どう、いけた。いや、これめっちゃ早いんじゃない、めっちゃ早くないこれ。さあ、
31秒いやー、なかなかな好タイム、素晴らしい、おめでとうございます。さあ、レッドキャラから歌さんの登場、いっちゃってください。これね、ちょっとね、実は結構難しくて、範囲がね、なかなか届きにくいところがあるんですよね。特に横幅がね、そんなないからね、かなりコントロールが難しいです。はい、これ打ってるけど、ほら隣で残っちゃったりとかね、するんですよね。で、ちょっとこれでリセットに行くみたいなことが結構多々あるんですよね。はい、なので、まあそこを調整しつつやれば、まあうまくいけばできるって感じなんですけれども、まあ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 、やっぱね、結構苦戦しますよここは。でも、いいタイムは出せそうですね。はい、ここでターゲを取っていくと、今黒帯さんにターゲを取ったことによって奥の奥まで届かせるということをやったんですけれども、なかなか難しいですね。はい、さあ次は4人組はね、なかなか難しいんですけど、いったね、これはいったね。オッケー、これはいいぞ、オッケー、これは一旦リセットしておいてからの、エネル様、神様は一旦行こう。オッケー、いいぞ。これは意外と高タイムが期待できそうだ。リセットしといてからの、これ一発で行きたい、一発で、いけ、頼む。最後、スキルで決めろ。オッケー、いいね、オッケー。何秒ですか？さあ、56秒、なかなか渋いタイムとなってしまいました。さあ、大本命の方に来ていただきました。百サバ界でその名を知らない人はいない、青シャンクスさんの登場ですね。はい、もう、すでにバッタと切り倒して、30人がすでに来そうだが、いや、これはすごいぞ、グリオン、やっぱえぐいな、これ。もう半分いきました。さあ、これは、もしかしたら、まあ、30秒は余裕で切りそうだ、これは。30秒は切るが、あとはもう私のプレイヤースキル次第だが、さあ、もう80人、もう行きたい、一気に行きたい、ここから行きたい、一人も欠かさずに行けるかどうか、ナイスー。これは何秒だ、好タイムが期待できるが、26秒、今までだとダントツトップでの突破、ナイス、さすが、青シャンクス。ちなみにここでちょっと番外編を挟んでみましょう。はい、こちらのシトツシャンクス、レッドシャンクスの登場でございます。はい、もうね、ただもう脳汁がすごいです。はい、脳汁のためだけに生まれた男、それがレッドシャンクスということでやっていっておりますが、はい、もうね、スキルの溜まりが本当に早い。これ、ね、本当にこうメダルとかいらないんじゃないかってぐらい早いですね。さあ、ね、ただね、なかなか高タイムまでは期待できないですね。やっぱりこうね、一回やっぱためが入るかね。ためが入るのと、あとね、横の範囲が狭いからね、この一つっていうのは。はい。もう縦の威力が半端ない。ただ、横はそんなにないみたいな、それが一つでございます。はい。もうちょっとね、溜まったら、もうスキル1を使って、バチコンってやっていくっていうのを、どんどんこれ、繰り返しの作業になります。で、もうこうやってリセット。通常攻撃でリセットしていく。はい。こちらの作業でございます。さあ、1分は切りたいところですね。1分は切りたい。これ、ワポルを切っていく。おお、これはすごい。これはめちゃくちゃいったぞ。オッケー、何枚抜きでしたかね。今10枚ぐらいいったかな。あ、さあ、10枚いければ結構いいですかね。もうね、これリセットもね、これめちゃくちゃ、もうモリア2発。はい、モリア2発。いけ、このままいけ、オッケー。1分は切れなかったかな。どうですかね。はい、1分1秒ということで、まあ、いいでしょう。素晴らしい。まあ、脳汁担当ということでね、ありがとうございます。さあ、ここでなんとダークホースの登場です。はい、まさかのベゴニーが、えぐ早いです。ベゴニーもしかしたらこれシャンクス抜くかばりの速さで行っているけども、さあ一旦リセットしといて、ベゴニーも動かないんですよね。はい、ちょっと後ろに下がるんだね。ちょっと下がっていくから、多少ちょっと前に行かないといけない時はあるんだけども、そうこうしてるうちにもう80人超えてます。はい、行くぞ。 OK、 ナイス。さあ、あと一発で行けるか、行ったか、行ってない。え、嘘でしょ。一人残し。さあ、 OK、 一人残し惜しかったね、今のは。さあ、何秒でしょう。はい、26秒ということで、シャンクスと一緒っすね。うん、コンマ何秒の違いか。じゃあ、はい、後で見ていきましょう。なんと、ここで、ダークホースがもう一体登場しました。はい。フラノスケランチャー。
さあ、フランキーは、今回の2体目の登場ということでね、エントリーをいただいております。ありがとうございます。遠方からね、わざわざ来ていただいて、ワノ国から。はい。最初ね、フランキー、将軍ということでしたが、将軍はね、31秒だったんですけれども、さあ、君はどれくらい行きそうなんだい？さあ、どうだ？これさ、どこに打ってんのこれ。ちょっとごめんなさい、睡眠音になってしまいました。どんだけ夜中にやってることが分かってしまいましたね。私のテンションが分かっておられたところで、さあ、もう、85、7、90、90、あと10人、あと10人、抜け、フランキー抜け、1体目のフランキーは抜こう、抜いたから、どうだ？うわ、微妙か、31秒だよ。おぉ、ちょうど31秒コンマの単位、コンマの世界ですね。ちょっとこれも見ていきましょうか、あとで。オッケー。さあ、今回初の百獣の海賊団からエントリーしていただきました。館内のジャックさんですね。はい、なんと大看板の方からのエントリーということで、非常に運営委員会も嬉しく思っておりますが、さあ、すごいですね、ジャックさん。もう、どこに打ってんのこれ。縦横、斜め、縦横、斜め、みたいな感じでやってるじゃん。すごい。最後のファーもすごい。ファーもファーってなってる。ファー見て、ファーってなってる。すごい。という間にもう66。すごい。一気に、いや、最後の一発が結構威力ありますね。ババババーといくね。さあ、これは、なかなかの好タイムが、期待できそうだが、さあ、92、あと5、あと3、2、2、1いけるか、突破！早い、めちゃくちゃ早い。何秒でしょう。さて、何秒、あい、26秒、シャンクス、これ抜いたんじゃね？これ、コンマの世界でシャンクス抜いたんじゃね？素晴らしい、ありがとうございます。なんか、正面から見たら立派ですね、あなた。ありがとうございます。さあ、ラストを飾るのは大本命も大本命、元天竜人で今は人間界にいる天下りのおじさんドヒーでございます。さあ、もうものの数十秒もかからずとも半分いってますね。はいはい、これは早いぞ。さすがですね。いやいや、もう 70？ 待って、もう瞬きができないです、私。はい、89、90、嘘、もうあと1回で終わるんじゃないこれ。あと1回のスキルで終わらなかった。終わらなかった。はい、これは、私のこのドフィーのレベルが低いけど、いった。オッケー、ナイス。ありがとうございます。さあ、タイムは21秒はい、間違いなくトップでございます。おめでとう。いや、惜しかったね、最後さ。やっぱこれ、すいません、僕ね、レベルまだ80なんで、これ100いってたら最後のモリア全部倒せて好タイムが記録できたと思うんですけども、はい、すいません。でも21秒、素晴らしいです。ありがとうございます。はい、合計で10人の方にエントリーいただきましたが、結果はこんな形となりました。はい、もちろん1位はドフィーさんということですね。ただ、ジャックがなんと2位。そして、3位がシャンクス。で、続いてベルゴという形になりました。いや、僕ね、ちょっと意外でしたね。ジャックが2位になるとは思ってなかったですね。シャンクスかなと思ってたんですけれども、本当にこのシャンクス、ベルゴ、ジャックは0コンマの差で、もうだからこれ、人によってはだいぶ違うよね。うん。でもね、ドフィーは結構圧倒的1位でしたね。これ僕のドフィーはまだね、レベル80なんですけれども、もう100で使ってる人とかはね、もう僕聞いたことあるのは12秒とかで終わらせた人もいると、はい、聞いております。本当かな？ 12 秒って。いや、もしいたら教えてください。そのプレイ動画ください。でね、僕のちょっとね、レベルの都合上出せなかった人もいて、それがガープと、これね、はい、このガープね、このガープと、あと、トレーボルさんですね。はい、こちらのトレーボルさんなんですけれども、トレーボル多分強いと思いますが、まあでもドフィーは抜かないかな。はい、まだ60レベルということでね、はい、これのクマもまあまあとは聞いているんですけれども、ドフィーは抜かないでしょうね。まあ、せいぜい1分弱ぐらいかなと思っております。はい、ということでね、結構100サバもいろんなキャラクターが増えてね、かなり面白くなりましたね。まあ、ジャックとかベルゴとか結構新しい方ですし、まあ、歌とかはね、まあ、もちろん新しいですし、かなり脳汁が出るキャラクターが増えてきておりますので、皆さんもぜひ試していただければと思います。はい、ではお疲れ様でした。もう65。さあ、ここでスモーカー、ジャスカイされた。もう半分まで来たと。そこで、ワン、ツー、おへへへ、当たらんのかい。フランキー将軍が来たぞということで、スキル間違えた。きっとこっちだった。もう。明日仕事行きたくないからチャンネル登録してよ。明日仕事に行きたくないからモチベーション上げさせて、チャンネル登録して。